スペインセビーリャ、サンタクルス街。建物の作りといい、通りの石畳といい、ドアノブのデザインといい、冬の寒さ増幅要素がいっぱいですね。サンタクルス街を抜け、セビリア大聖堂前へ。大聖堂前ではクリスマス市が開かれていて、買い込んだ品が入っているのであろう袋を持つ人がそこそこいます。レジ袋的にはリキュール買いましたとなりますが、地元の人が修道院のクッキーを買いに来ていたようです。キルダの塔とかヒエルダの塔とか言いがちなヒラルダの塔、カテドラル前ならご利益ありかも。オンセの宝くじ。ミサを終え、セビリアカテドラルから出てきた皆さん、買ったとしたらどうやって持ち帰ればいい？そこそこ大きなクリッペ。日本の観光地でいうところの人力車的乗り物。下を見て歩かないと危なそう。セビリアの街並み。
セビリア闘牛場の前には、闘牛士クーロ・ロメロの銅像が立っていて、彼の目線の先には、死闘を繰り広げた巨大な牛の銅像が立っているのではなく、同じく闘牛士マヌロ・バスケスの銅像が立っているのでした。セビリア闘牛場。セビリアのランチはタブラオで、エルパティオセビリアーノ